日々私は磨いていることがあります。それは、パフォーマンスです。あまあ、みんなそうだと思うんですけど、でも、ステージでの、やっぱ、パフォーマンスには、すごくこだわってるなって自分で思います。え、でも私、あの、出れない時とかに見学させてもらってるんですけど、ミルキーさんは、でもやっぱすごいなって思う。ユニットうんうんうん。の B2 の地上がりコイである、泣きしめられたのを、 センターでやっていて、はい、もうなんかですね、こっちがすごい時キ,ドキ,ドキ <laughs> なんか、すごいちょっと、あの曲自体も、うん、ちょっと大人っぽい,、うん、っぽいですよ。うん、なんで、それがすごく出てるというか、<ー>なんですかね、その、あ、そっか、まあ見てくれてるんじゃないですかはい、見てるんで。どう他、その曲以外も。その曲以外も、え、でも、ミルキーさんは、なんか、 ファンの人に、最前列の方とかにも、すごい、最後まで、握手、握手じゃない。手を振ってた。手を振ってたり <laughs>、うん、私結構見てますね、えー。なんか見た方がいいって言われて、先生にうんうん、うん。なるほど。見てますよ。すごい,と思いす。なんかね、はい。あの、NMB 劇ちゃん、坂口あんりちゃんが、うん、はい。見に来てくれた時に、そかなが、隣で見てたらしいんですよ。そうなんですよ。で、その時に、あんりちゃんから聞いたんですけど、はい。 なんか、と、隣にドラフト生の磯金ちゃんって子がいたよみたいに言ってて、ね <laughs>、はい、誰に憧れてるのみたいな聞いたら、うん、ミルキーさんでしてたよって言ってて、<laughs> え磯金がって言ってて、どうなったか。そうなんです。そうなんです。隣にいてびっくりして、<laughs> うん、最初話しかけられた時に、えって思って。<laughs> <laughs> 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 その時お話をして,、ね、て,てました。なが見てました、ね。なのでなんかもうこれからなんかパフォーマンス以外にももっと色々とね。うん、はい、他にも色々他にも仕事、お仕事全般的に、はい。